どうも、おたつです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回ではね、7Hz って読むのかな、7Hz。 以前もね、平面駆動型のやつをね、レビューしたことがあるんですけど、デュアルダイナミックドライバーで結構大きめのね、ダイナミックドライバーが乗ってるタイプのイヤホンになります。 12mm と6mm になってるんで、 12mm って結構でかいですよ。それプラス 6mm ですからね。なんで、なんとなく想像がつくかもしれないんですけど、いや、すごい低音でした。はい、まあまあまあ、それはね、置いといて、しっかりね、実際使用した感想のところで、そういう話はしていくんで、ぜひ最後まで見ていただけますと幸いです。ほんならね、開封パートに移っていきますんで、まずはそちらをご覧ください。それじゃあ行きましょう。はい、それじゃね、開封していきます。箱はね、こんな感じです。なんかちょっとね、ツルツルしたような感じですね。開けた瞬間から箱なんですけど、それはちょっとね、想定外だ。この間開けたさ、TRI のやつがあるんだけど、それもそのまま入っとったんやけど、それよりもでかいっすね、結構。2個分ぐらいの大きさあります。結構固めのハードケースって感じ。なんかこの感じ見たことあるぞ、どっかで。このさ、なんか分かれとるやつ。なんかあの、キーブームの箱を、なんかしっかりさせたような感じのやつですね。これがイヤホン本体か。なんか、無駄なものは一切なしみたいな感じの。梱包ですね。ここだけがもうあの、捨てるもので、他は全部使えますみたいな感じ。この感じいいかもしれんね。ゴミが出ないしね。で、イヤホン本体見ましょうか。はい、こんな感じです。シンプルですね。で、もうケーブルで刺さってるんですけど、これ多分2ピンだと思うんですよね。はい、2ピンですね。2ピン。はい、2ピンで刺さる感じなんで、まあ、いろんなね、リケーブルしやすいよって感じになってます。で、イヤーピースが初めからついとって、撮ってみるね。あー、なんか結構軸太めですね。12mm のね、これダイナミックドライバーと 6mm のダイナミックドライバーで、デュアルダイナミックドライバーなんですけど、まあ、12mm 言うたら結構デカめですね。ダイナミックドライバーでもね。の割には筐体そんなでっかくないし、そんなむっちゃ重いかって言われたら重たくもないな。まあ、金属製のシェルですね。で、ケーブルはちょっとね、茶色のような感じ。で、3.5mm ですね。いや、このケースがやばいわ。むっちゃ硬いし。で、なんか交換用のフィルターがついとって、あとは、イヤピですね。2種類ぐらい入ってます。まあ、中華のやつによう入ってるやつだね、これね。なんか内容物としてはこんな感じ。すごいなんかシンプル。で、お値段としてはだいたい13,000-14,000円ぐらいかな。15,000円ぐらいいくかもしれんね。日本円だったらね。そのぐらいのものなんで、結構高価ではあるんですけど、なんかすげえシンプルですね。思った以上に。まあ、このね、イヤホンの音だよね。重要なのはね。2つのダイナミックドライバー。ダイナミックドライバー自体がでかいから、低音強めなのかな。なんかそんな感じはするんですけれど、どうなんでしょう。まあね、このイヤホンね、しっかりゲームとかで使ってどうなるかっていうところをね、皆さんにこれから話していくんで、しばらくお待ちいただければなと思います。それじゃね、しっかり使い込んでいきます。はい、ということでね、ここから実際に使用した感想に移っていきたいんですけど、装着感お見せしてなかったと思うので、ここでね、見せておきたいと思います。はい、こんな感じの装着感になるんですけれど、ちょっとね、軸がね、長いような感じで、耳からね、このなんかちょっと浮いてるなーって感覚になる方いるんじゃないのかなと思うんだけど、まあまあ、その部分以外はそんな気にならないかな。まあ、ちょっと金属だから、最初つけた時冷たいなって感じで、ひんやりするような感じはあるんだけど。まあ、それを除けば波ぐらい。ちょっとま、出てるような感じはあるよね。こう、正面からこう、耳からね。まあ、そんな感じの装着感になっております。で、まあ、ね、使い込んだ感想ここから行くんですけど、まあ、1万円とかさ、1万5千円のイヤホンって、最近ま、結構ナチュラル系がね、多いなっていう印象だったんですけど、こいつはね、まあ、そんなの忘れてもっと楽しもうぜとね、不安ばかりな音かなと。で、どんな音かというと、まあ、タイトルの通り、とっても楽しい低音がね、もう響き渡っていくようなね、イヤホンとなってます。まあ、上品なね、低音なんで、量はね、すごい多くは感じるんだけど、嫌に感じる人っていうのはあんまいないんじゃないのかなっていうところで、ちょっと前にね、レビューした、カンってイヤホンの音を、なんか、お上品にしたような印象を受けました。じゃあもう少しね、音について詳しく話しますけど、低音部分はね、やっぱ特に強調されてて、全体で見てもすごい量の多いように感じます。ただ、上質な低音なんで、まあ、あまりね、低音系強調されるのを好まないね、僕なんですけど、音楽聴いてると、まあ、これはこれで面白いんじゃないって感じましたね。温かく、まあ、上質な低音にね、聞こえてきます。
で、中音はなんか低音が強いながらもしっかりとボーカルの声も聞こえてきて、分離がやっぱね、なんかしっかりしてるんですよ。だから楽器がうるさくてもボーカルの声は聞き取りやすいと感じました。まあ量としては十分じゃないかな。で、高音はまあ低音よりも圧倒的に出てないので、音が綺麗に澄んでるような感覚にはならない。だから高音好きな方はどう考えても物足りないんじゃないのかなと思います。全体的には低音に全てを覆われるレベルの低音重視のイヤホンなんですけど、他の音もね、割となんか聞こえてくる。特にボーカルはね。だからね、暗めの音ではないからなのかなと思ったり、低音強い中、まあバランスをね、頑張って取ってチューニングしましたと。いう制作者のなんか声がね聞こえてきそうな感じ。ほんとね、低音を超遊びまくったけど、でもね頑張ってバランスを取りましたよっていうようなねイヤホン。まあ低音でねゆったりできるような温かい、まあ上質なね音っていうのを求めてる方はいいかもしれないですね。ほんでね、低音についてなんですけど、両方でねしっかりね方向分かりました。音の分についてはそれぞれね聞き分けられるんだけど、低音の量がねやっぱあまりにも多い。だからApexプレイしてると環境むっちゃうっさいんですよ。うるさすぎて情報量多すぎみたいな感じだって、もう低音にねもう割り当てられた音がね、もうね耳にね、まあ、一番にも飛び込んでくるんですよ。だからもうちょっとごちゃごちゃしすぎ、空間はね低音がふわーっと横に広がっていくような感覚で、まあ、なんで狭い空間じゃないのかなという感じで、長時間聞いてても疲れにくいのかなと思いましたね。ほんで FPS 限定評価、まあやはりまあ低めとはなったんですけど、まあ低音はね十分いいんだよね。別にね距離感の把握も普通な感じなんで、Apex やってる限りでは索敵とかやってて困ることはそんななかった。まあうるさいけどね、環境音とかね。ただね、まあわざわざこれを選ぶ必要はないんじゃないのかなと思いましたね。まあその他セット内容としては、まあ値段としては十分な内容になってるんじゃないのかなと思ってまして、まあこの通りこんなね、すごいケースも、このケース、すごいなんか硬いんですよね。そう考えると、まあしっかりした見た目もしてるし、これでね、セット内容微妙って感じる方はあんまりいないんじゃないのかなっていうところと、ただ装着感がまあやや特殊、まあさっき言ったよね、まあイヤーピースつけるね、このね軸の部分長いんですよ。長いからなんかねちょっと違和感ある、耳が飛び出てんなって感じる方はいるかもしれないですね。まあ個人的にね好みな傾向ではなかったんですけど、別にこれはこれで持ってたら面白い。なんか低音が出てるイヤホンってこれなんだって感じられるから、まあそう考えたらいいなと思えるイヤホンでしたという感じで、以上がね実際に使用した感想になります。はい、ここまでお疲れ様です。皆さん、低音好きですか？僕はね、別に、むっちゃ嫌いってわけじゃないんだけど、まあ、量はそんなに多くなくていいかなって思う派なんですが、まあ、これはこれで聞いてて面白かったよ。なんか最近すごいバランスが取れた音ばっかな印象を持ってたんで、なんかもう最近の基準というか、もう流行りっていうのはもう知らねえ。もうそんなの知らねえ。もっと遊びてんだ、みたいな。もう低音ブワーンって出していきて、みたいな感じの。いや、ほんで、まあまあ、これはこれで面白い。まあね、7Hz っていうぐらいだから、低音重視のメーカーさんなんですかね。前回のも結構低音強かったような気がするし、平面系のやつもね。なんで、そういう感じのチューニングが多いのかなと思ったりもしたんですけど、どうなんでしょうね。まあ低音は面白いので、低音好きな方は買ってもいいと思います。ただね、バランスを求められる方とかは、ちょっとね、低音が、うるさいわ、もういいわってなっちゃう可能性もあるので、まあそういう方はね、控えた方がいいかもしれないですね。まあ物としてはすごいいいものだと思うんでね、ぜひね、今回も動画の説明欄の方にリンク貼っておりますので、そちらからね、チェックしていただけますと幸いです。ということで、今回の動画は以上になるんですけど、少しでも良かったよという方はね、いいねボタンをポチッとして一緒にね、チャンネル登録もよろしくお願いします。今後もね、皆さんにね、ゲームデバイスラボっていうことなんですけど、まあこういったね、イヤホンの情報とかもね、伝えていきますんで、ぜひね、よろしくお願いします。ほんならね、今回も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。